アゲハモドキは、臨死名アゲハモドキが家に分類されるガの一種。日本列島、朝鮮半島、台湾、中国、チベット及びベトナムにおいて分布が確認されている。日本では、北海道、本州、四国、九州及び津島に分布する。本州は分布と、形態的な差異により、以下の4亜種に分けられる。成虫の全死害腸は、 日本本土亜種で55の6 0ト、mm、ル。講子にはお上突起と赤色の反紋が存在する。羽は黒っぽい灰色を基調とするが、台湾亜種、サブスプ、ツシマナと中国亜種、サブスプ、シニケリアは前、講子ともに中心部が白っぽくなる変異が見られる。この変異は連続的で白色の程度には個体差がある。触覚はで、クシュ派上。 ではほぼ糸状になる。口述するように形態的に上げョウ化の一部と類似する。中高生とされるが、夜間、人口の明かりにも飛来する。成虫は、日本本土アでは5月から9月頃、台湾アでは4月から10月頃まで見られ、いずれも年2回発生とされる。幼虫の腹足は5体。体表が白い老状物質に覆われる。食草として、水木化の水木。 熊の水木、山防止が記録されている。本種の植草はかつてクスノキカの山工場種とされていたが、これは誤りである。本種の成虫は、黒揚げハや、蛇行揚げハなどの黒字に赤門を有するアゲハチョウカノ科のチョウに類似することがよく知られる。特に有毒種である蛇行揚げハのとの類似が指摘され、有毒種をモデルとした、ベーツ型擬態の高齢とされることがある。しかしながら、 本種とジャコ行アゲハの分布域は完全には重なっておらず、例えば北海道には黒アゲハもジャコ行アゲハも分布しないが本種は分布する。モデル種が同種的に分布しない場合、捕食回避のための米越型擬体は機能しにくいため、ミューラー型擬体の可能性も議論されているが、幼虫の植草である水気化植物には、アリストロキア酸やピロリジジンアルカロイド、 共振配当体などの典型的な有毒二次、代謝産物は含まれておらず、捕食者に対する科学防御手段も現在のところ解明されていない。ある昆虫が鳥にとって、まずいこと自体を実証するのは難しいために、ベーツ型議態とミューラー型議態の境界は曖昧であることもあり、科学生態学をはじめとして、本種の擬態に関する生態学的な知見は不足している。 また、本種の幼虫に関しても、ボタンズルワタムシコリフィナクレマチスなどの白い、老状物質を分泌する昆虫によって形成される、擬態感に関与している、可能性が報告されている。ありがとうございます。